おつかりんりん。まだ自宅には帰れない感じですか？いや、自宅です。自宅です。たった今帰って。あ、配信できるじゃんって思って今始めました。今日はお話し会、大阪、ありがとうございました。いやー楽しかったなー。クリーミーさん、星10個ありがとう。あ、みたらし団子の人だーって。そう、インスタのリールみたらし団子の人です。ドイツメロンパンさん、クマありがとう。ありがくま。めっちゃゲリラでやけさ、X に配信中ってポストしたいんやけど、今さ帰ってきて急いで配信しようって思って iPad つけようとしたら電池がゼロになってて、なんでやろう、電池がゼロ。最近 iPad の調子もやっぱ悪い気がする。電池がもうなくなっちゃってて、充電が。だからもう今スマホでしてるからポストができん、ポストができません。ご了承ください。ひつわかの天パのたけさん、俺の嫁ありがとうございます。しょういちさん、愛してる、ありがとう。ディルマさん、クマありがとう。インスタ、そう、載せた。まったりリール。カズサさん、星10個ありがとう。ゆずきりさん、猫ありがとうございます。猫のひげ。ヤマイさん、めっちゃかわいい、ありがとう。今日はサンタでした。サンタリンでした。お話し会。エリオさん、星10個ありがとう。やはりさやかりんは会ってときめきを感じる人って、本当？リアルで会ってときめき感じる？ゆずきちさん、星10個ありがとうございます。みーくんも星10個ありがとう。私生活さん、めっちゃかわいい、ありがとうございます。サンタ、あ、そう、今日お休みメールね送りたかったんやけど、めっちゃね、もう全然送れんくてさ、2分間ぐらい、え、やばいやばい、間に合わん間に合わんって言って、もう文章を書いてこう、何、投稿送信のボタンを押してるんやけど、全然送れんくて、送れませんでした。また今日送ろうと思ってた写真とか朝送りますね。だからお休みメールが今日は届いておりません。ビルマさん、猫ありがとう。猫。ハープ男子さん、星10個ありがとうございます。クッキーさんも星10個ありがとう。今日リアルお話し会で
STU のファーストアルバムのお話し会の期間はもうすべて全日程終了ということで、この期間もね本当にたくさん支えられました。楽しかったな。今日初めてフル部数だったんですよ。全時間1時間目から5時間目まで全部で、なんかフル部数でお話し会したことなかったから、最後の方疲れちゃうかなとか思ってたんだけど、そんなことなかった。全然元気だった。なんなら逆に最後の方なんかなんだろうハイになっちゃってまだ全然な、まだまだいけますって感じになってたけど、そうも言っていられないので帰ってきました。にゃんにゃんにゃん。そう、6部目も始めたいぐらいだった。ね、全時間押し増しできなかったみたいで、すごく嬉しかった。たくさんの方が来てくださって、また次からはね握手会になるので、個別握手初めてなので楽しみですね。でも2月までねないのかって思ったら、寂しいね。夜ご飯はその新幹線で食べました。お弁当。え、そうよね、1月リリーベがねあったら話せそうよね。ドイツメロンパンさん、クマありがとうございます。え、私今日さサイン会初めてしたの。リアルのサイン会初めて、5年目にしてすごい新鮮だった。なんか名前をこう皆さんからもらって、あれ本名じゃないとダメなんだねってこう書いて、マジでって。え、そうなんよ、オンラインサイン会はさせていただいてたんですけど、リアルのその対面のサイン会は初めてよ。面白かったのはなんかそのね、名前にさ、なんて、様かさんかくんかちゃん、その何々さんとか何々様とかなんて書いてほしいか丸するんですよ、その皆さんが。それでなんか普段そんなさん、ずっとさんって呼んでるる方とかが何々ちゃんって書いてほしいみたいな丸されてたりするのが面白かったです。
ちゃん志望なんだって思ってそういうのがちょっと面白かったですね。そう、かわいいじゃんって。呼び捨てはなんかできないかったっぽい。呼び捨てはできなかったって言ってる方いた。え、様の方もね、いらっしゃるよ。その本名に何々何々様。すごいかしこまった感じ。それもいいよね。すごい不思議な感じだった。こうやって私がさ、サイン書いてこうやって手渡してどうぞサイン書いてどうぞ。いや、なんかあれだね、オンラインとはやっぱなんか違うんだねって思った。オンラインはオンラインの良さがあるけど、リアルの良さがありますね。そうね、今日はどんな日曜日を過ごしましたか？え、私多分書いてる間に話せる人です。全然こう会話できるタイプなので。そこら辺はでも結構タイムリミットに追われてたかも。終了ですって言われても、あ、ごめんなさい、私が書き終わってないですみたいな話せるんですけど、ちょっとごめんなさい、あ、ごめんなさい、こちらがまだです、ごめんなさいみたいななってた。え、58分、はあ、15分だからあっという間だね。壇上読ませていただこうと思います。壇上読もう。13位、クッキーさん。12位、カープナイスさん。11位、クリーミーさん。10位、ヤンカーさん。9位、みーくん。8位、やまいさん。7位、もやし生活さん。6位、かずささん。5位、ピルマさん。4位、ドイツメロンパンさん。3位、ゆずきちさん。2位、しつおがの天パのたけさん。そして1位、しょういちさんです。ありがとうございました。ありがとう。そして明日基地の方はココイヌさんです。おめでとうございます。ちょっと片手だからほっぺで拍手しとこう今片手はスマホを持ってて塞がってるからね。15分ちょっとだったけど、ありがとう、話してくれて。今日もね、一日お疲れ様でした。日曜日、明日から月曜日だけど、一緒に乗り越えていきましょう。おやすみなさい。また会いましょうね。今日会えなかった方も。会いましょう。